いつもお世話になりまーす。リサクの動画の時間がやってまいりました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。本日は皆様にお知らせがございます。そしてとともにお詫びも申し訳ございません。はい、10月の2日よりですね、ついに、すいません、あのマックスさんもエアで有名ですね、値上がりがございます。すいません、申し訳ございません。はい、もちろんシェアで、充電等のシェアでは、マキタだったりハイコーキさんが撮ってるんですが、マックスさんももちろんございます。で、もちろんエア釘打ち、コンプレッサー、ベスト打ち、タッカー系はですね、やはりマックスさんがいい、まあ、いいよということで、ものすごく評判高いです。で、そのマックスさん、10月の2日よりですね、日曜日ですね、ついに値上げということで、上がります。申し訳ございません。はい、ただ、すいません、フォローではございませんが、まあ、マキタさんももう何度か上げてます。で、ハイコーキさんも上げてます。今回はマックさんついに耐えきれずですね、値上がりということで、データの方もまあちょっとお見せできませんがもらっております。すいません。で、もともとまあ、エアではマックさん、まあ、最上といいよということでまあ言われてるんですけども、高圧、上圧、そして、充電ですね、バッテリー型ですね、 18V、 はい、それらが上がります。はい、で、一応簡単な内訳で言うと、まあ、コンプレッサーとあと高圧のエア系は約 6% 上がります。はい、6% は大したことそんな大したことないよねということなんですが、すいません、上圧のエア、そして充電型の機械ですね、バッテリー型は約 15% 上がりますね。結構上がります。どうしてもやっぱりバッテリー等が、ね、だいぶ上がるということで、まあ今値上げっていうのが結構全国的に全メーカー的にいろんな、うちも当リサクも毎日日々ですね、何らかしらのメーカーさんの値上げを、まあ、やってるような次第ではあります。はい、で、今回はマックスさんが値上げということで、ついに上がります。で、慣らしてですね、まあ、エア系で、高圧 6%、 上圧が 15%、 充電型が 15% なんですけども、それと伴って値引き分もなくなったり減ったりっていうのもいろいろ、多分まあこれはもう販売店さんにもいろいろよると思うんですけど、いろいろあるとやっぱ慣らして、分かりやすく言うと10月の2日から約1割上がると思っていただいていいと思います。すいません。で、気になるところはやはりこういった高額商品、ここが値上げの影響をかなり大きく、たとえ1割といってもですね、そもそもコンプレッサー自体値段が非常に高額なので、特に10月になった時に気をつけたいところはコンプレッサーなので、この期9月中にこちらのコンプレッサー、もう職人さんで言えばですね、マックスのコンプレッサーが一番シェア取ってます。というのはやはり物が素晴らしい、すごくいいので、まあ他の機械はビスエチキハイコキ使ってんだよねっていう方も、コンプレッサーだけマックス使ってる方がかなり多い。ぜひこの期にですね、コンプレッサーの購入をご検討お勧めします。10月の2日から値上げになりますので、ぜひですね、コンプレッサー、まあ、あとは、こういったエアの機械、マックスどうしようかなと思っている方は、ぜひ9月中にお勧めいたします。そして当リサクワークスではですね、9月の24日の日曜日、9月24日の日曜日に、マックスさんの展示会やらせていただきマックス、あ、すいません、ちょっとふざけました、申し訳ございません、
一応職人さん応援救済ということでクーポン券等も出させてお安くさせていただきます。特価品等もご用意ということで9月の24日にマックスさんの値上げの前にぜひお安く買ってくださいっていうことで9月中に購入することをお勧めします。結局1割以上上がる場合が多いのでどうせ買うんでしたら安いうちに買っていただいた方がいいです。でその中でも9月の24日であれば通常値上がり前に安く買えますしセール品もありますのでぜひ展示会うちの郡山の方ですね、福島県の郡山の方お店と栃木県の宇都宮店の方で同時開催で9月の24日マックス展示会やらせていただきますのでぜひですね、まあ他のメーカーさん、まあ、ハイコキさんもそうです、マキサさんもそうです、他のメーカーさんのエアもご検討中の方はぜひですねマックスのエアを経営はものすごくおすすめできます。どうしてもやっぱり故障もしにくくて、品質もすごく高いと思います。部品等も結構日本製のもかなり使ってるメーカーさんなので、ね、かなりまあしっかり、定評のあるメーカーっていうことにはなりますので検討中の方もしくは少し考えている方はですね9月の24日日曜日、マックス展示会等自作ワークスで大々的にやらせていただきますのでその日をぜひ、と思いましてですねぜひぜひマックさんご検討中の方は9月おすすめしますので何度もしつこいようですけれどもぜひ自作ワークス要チェックでよろしくお願いいたします。自作ワークスでは新商品やお得な情報をどんどん流しますのでこちらチャンネル登録よろしくお願いします。